越中一向一揆は、文明十一年頃から天正四年にかけて、越中の随仙寺と土屋孫ン門ラが中心となった一向一揆。地方豪族化し、上杉謙信に制圧された。本拠は、尾峰城、随仙寺、昭光寺。明徳元年、本願寺、第五世保守釈如が随仙寺を創建、越中の拠点を築いた。過吉二年に、 釈女の孫娘小女二の夫女女が、加賀本泉寺を創建、加賀にも本願寺が進出していった。文明七年、加賀の戸賀島幸家に弾圧された、加賀一向一騎衆が越中に落ち延びる。文明十三年、加賀守護戸賀島幸家に弾圧された、加賀一向一騎衆は、新州大谷派稲美別院随仙寺に逃げ込むが、脅威と感じた、越中福密城主、石黒光吉が、 随仙寺を襲撃しようとして逆に撃たれた。越中は、隣軍に、随仙寺の勢力が浸透する。長京2年、加賀国守護の戸賀島正鹿が、加賀一向一揆に撃たれた。加賀は、第八世保守、蓮女の3人の息子が統治した。蓮女の次男蓮則は、少女女女、小女二夫妻の婿となって、随仙寺と二股本仙寺を譲られた。蓮女の弟、レム慶も、 小女二から土山五坊を譲られ、越中の門徒指導に当たった。蓮武慶は土山五坊を次男実現に譲渡したが、栄章16年に消失、移転して安陽寺五坊を築いた。随戦時も、蓮典の,の死後は、義定、蓮金の子孫が、二股本戦時は、弟の蓮悟が相続していった。栄昇三年九月、長尾義影が畠山氏の要請を受けて、 越中に出兵するが、半日屋の戦いで、越中一向一揆、神保慶州連合軍と戦って敗死した。このため、長尾義景の子、長尾た影は、神保慶州と、栄正17年12月まで長期にわたる構想を、繰り返すようになる。協力4年、加が一向一揆と本願寺が対立、大正一揆と呼ばれる内乱を起こすと、昇高寺は、 本願寺川の第一期に組みした。結果、香川、本願寺の直接統治下に入ったが、越中は、昇降寺と随仙寺の支配下に入った。その後は長年にわたって強大な勢力を維持し、のと守護畑山氏や越後守五代長尾市、越中守五代湯沙市等と敵対してきた。永六年間から元気年間を経て、天正年間に至るまでは買い、竹田氏と組んで、 上杉謙信と激しく競争。元気3年9月初旬の尻水坂の戦いで、加賀一行一騎、越中一行一騎は大敗し、越中一行一騎は壊滅。やがて、上杉謙信との間には僕が成立すると収束に、向かった。天正4年、上杉謙信が、象や真白、森寺城などを落城させ、越中を制圧。ありがとうございます。